まあ、もともと可能性としては残ってましたけど、まあ、自分たちの手でつかみにいける順位ではなかったので、まあ、そこは切り替えて残り1試合応援してくれてるファン、サポーターの皆さんのために戦おうっていう言葉からまあ始まった週だったので、まあ、そこは切り替えてみんなやってると思います。まあ、もちろんチームとして浮き沈みがあった中で、まあ、その負け続けている時も、まあ、自分たちは諦めなかったですし、まあ、ファン、サポーターの皆さんの声援も変わらずに応援していただけたので、まあ、そこが本当にこのクラブのいいところだと思うんで、まあ、結果としてまあ後半勝ち続けられたので、まあ、そういったクラブとして一体感を持って戦えば、次の岡山戦もいい試合できると思うんで、まあ、そこはみんなで戦っていきたいです。